質疑を行石川大賀君立憲民主党の石川大河でございます今日はよろしくお願いいたします学校法人加計学園の問題について質問をいたします本日発売の週刊誌報道とんでもない記事がありました昨年11月に行われた学校法人加計学園岡山理科大学の獣医学部獣医学科の推薦入試で韓国人受験生 全員の面接試験を一律0点にする、そして不合格にしていたという記事です。萩生田文科大臣、これは事実でしょうか。萩原文部科学大臣、えー、岡山理科大学の獣医学部、獣医学科の推薦入試において、韓国人受験生全員を不合格とした入試不正の疑惑が報じられていることは承知しております。 昨日、文部科学省としては、岡山理科大学に対して推薦入試の状況や報道されている事実関係等を含めて確認を求めたところであり、速やかな回答を求めていきたいと考えております石川大和君。ぜひ確認しっかりと結果を調査をしていただきたい、確認をしていただきたいと思います。これ、もし事実でしたら、萩生田文科大臣、どういう問題があるというふうにお考えでしょうか本部あ萩生田文部科学大臣。 現在、確認を求めているところですが、一般論として、大学入学者選抜については、公正かつ妥当な方法により行うことが求められているところであり、令和2年度大学入学者選抜実施要項においても、合理的理由なく、出身地域、居住地域等の属性を理由として、一律の取り扱いの差異を設けることは不適切であると明記していますいずれにしましても、大学に対して早急な回答を求めてまいりたいと思っております石川大学。いつまでに報告がありますでしょうか。 萩生田文部科学大臣あの昨日の時点で連絡しておりますのでそう時間はかからないと思いますので国会の方に報告させていただきたいと思います石川大河君ぜひこれしっかり調査をしていただいて調査結果委員会に報告をしていただきたいと思いますがよろしくお願いします午後刻理事会で協議をさせていただきますはい石川大河君はいよろしくお願いいたします えー、その他桜を見る会の問題、そして入管に関する事件、えー、保障についての問題、そして新型コロナウイルス対策について、えー、時間の許すかがいい質問をしたいと思います。えー、まずはじめに、えー、桜を見る会についての問題について質問をさせていただきたいと思います、えー。桜を見る会前夜祭に関連してお伺いいたします。昨年10月23日水曜日、ホテル仁王谷で即位の礼に伴う内閣総理大臣夫妻主催晩餐会。 会場の選定はどのようにして決まったのでしょうか。えっ、ー、と、どこか。内閣官房皇位継承式典事務局次長兼。内閣皇位継承式典事務局次長三上あきて君。お答え申し上げます。内閣総理大臣夫妻主催晩餐会の会場につきましては。一昨年、平成三十年の十一月二十日に開催された。 第2回、天皇陛下のご退位および皇太子殿下のご即位に伴う式典委員会におきまして、晩餐会の参列者数を外国元首、祝賀施設等900名とすることが決定されました。これを受けまして、皇位継承式典事務局におきまして、まず1つ目、伝統文化の発信のための舞台スペースを除き、参列者約900名の生産が行える宴会場を有する。これつつ目のポイント2つ目ののポポイインントトは 原子等を含む各国の要人をおもてなしするため、非常に高いレベルでの接客および充実した設備、ノウハウを兼ね備えたホテルであること、これは2つ目。3つ目が当日、10月23日でございます。それから、舞台セットのために前日も必要でございまして、これらの日について使用が可能であること、これが3つ目。4つ目として、晩餐会の円滑な挙行および参列者の安全確保等のために、 同日、10月23日に他の大きなイベントがないことといった選定のポイントを設けました、でこのポイントに従いまして、都内の主要なホテルを調査いたしましたところ、すべての項目を満たした東,東京都内のホテルは、ホテルニューオータニのみであったということから、同ホテルを選定したのでございまして、この選定結果につきましては、31年1月17日に開催されました第3回の式典委員会において、 事務局から選定のポイントも含めまして、報告をいたしました、そしてその資料は式典委員会のホームページでも公表しているところでございますす以上です石川太陽君、はい。ここに今、皆さんに資料として提示をさせていただきましたが、これ、選定についてという文書、紙切れ1枚で決まっております、6つのホテルに問い合わせたと聞いていますが、これは条件にあるホテルはいくつあったんでしょうか三上次長。 お答え申し上げます東京都内、たくさんホテルあるわけでございますけれども、その中から900人、その舞台装置を除いて、900名分の着席での生産が行えるということになりますと、ニューオータニも含めまして、6つほどのホテルになるということでございまして、その6つのホテルに一つ一つ、それぞれの選定ポイントについて該当するかどうかといったことを問い合わせをいたしまして、その結果として、このニューオータニが選ばれたということでございます。 石川君確かにニ丹ー,ータに大きな宴会場を持っておりますけれども、メイン会場の鶴の間、1992平米、しかし、ANA ・インターコンチネンタルホテルですとか、まあ、帝国ホテルもクジの間、1965平米、富士の間、1236平米、グランドフリースホテル新高菜は非の間、これは2000平米あるわけですけれども、ほかにもありますけれども、これはなぜニ丹生ーータに決まったんでしょうか三上事務局長事務局長。 今のそれぞれのホテルにつきましては、外国の要人をもてなすためのレベルの高い接客、あるいはその充実した設備、ノウハウといった点については欠けるところがないと考えておりますけれども、舞台スペースを例えば作って、さらにその資格が生まれないとか、柱があったりとかいうようなことがないとか、それからその 当日にまあ使うことができても、同じフロアで例えば別の大きな民間のイベントなどがあったりすると、そこはあの警備の問題、あるいはその要人、それから日本側のえまあ総理ほか、出席される方々の動線との工作などを考えますと、適当でないということで、そういった一つ一つの要件を当てはめた結果として、残ったものがニューオータニということでございます石川大学、はい、員長。 ホテルには電話で問い合わせたと聞いておりますが、電話でしょうか三上事務局次,局次長。え電話であの問い合わせをいたしまして、えー、まあそれを整理したということでございます石川大学。にわかに信じがたい今答弁があったと思います。総理夫妻主催の晩餐会という、これ、国家行事です。電話1本でで問い合わせてここはダメそうしたんですか三上式典事務 局次長あの電話をして必要な情報を得るわけですけれども、予約の状況などはまあ当然のことながら、そういったことで電話をして確認がすることができると思いますし、それからまあ式場の様子などはフロアマップ、あるいはその各宴会場の様子などはウェブを見ると、一定の程度、の状況も把握できますので。 何かその現地に足を運んで、対面でホテル側の人と打ち合わせをするとか、そういったことまでは容赦なかったと考えております石川大河君。いや本当ににわかに信じがたい発言です、これ、電話をすればです、ね、すぐ営業の人が飛んできて、いろいろアプローチするんじゃないですか、そういったことはなかったんですか、はい、三上事務局次長。 ホテルが、この式典が開催される日にちということ自体は、その30、えー、と一昨年の,その4月に基本方針を決めた時点で、期日はまあ確定したと、ただその後その規模がまあどれぐらいの規模で行われるかということは、式典委員会の決定を待つ必要があったということでございますけれども、まあ、私どもの事務局ができたのは、まあ、一昨年の夏で。 それ以降、いくつかのホテルからはまあ関心を示すような電話、実際、ございまして、それでえまあ条件にこう該当するのかどうかということを、そういったところも含めて、やり取りをしながら絞り込んでいったということでございます石川君。晩餐会の実施日が10月23日と決まったのが、平成30年4月3日の閣議決定です。 それから1年半後にこの晩餐会があるわけですけれども、なぜか会場の選定を始めたのは、8ヶ月後の12月です、そしてニューオーターにしかないということとして翌月あ、翌月の1月にこれ、決定をしているんです、これ、8ヶ月間あるわけですけど、8ヶ月間、何をされてたんですか三上事務局次長。 一連の皇位継承に関わる儀式、それからまあ式典、あの行事につきましては、あその基本方針につきまして、まあ、どういったことをいつ行うかと、どういう趣旨で行うかということが決まっているわけでございますけれども、まず順番としては、ご在位の30年の式典が最初に来る、それからその後に検事とに、賢治等昇、賢の儀がございまして、その後は検事と賢治等昇の儀。 それから朝見の儀といったような、4月30日、5月1日のものもございました、そういった準備もしておりましたし、さらに言えば、まずどういった晩餐会の会場を抑えるかということについて、その規模、それからそこでどういった出し物を、平成度のときは日本の伝統文化をご覧いただいたということなんですけれども、今回はそれを同じような形でするかどうかということについての式典委員会の決定は、 その11月まで行われておりませんので、会場を選定し始めようにも、予見となるところがまあいかにも少なかったということでありますので、そういったあ他の式典の行事の準備、あるいはその選定をするとしたら、どういうところがポイントになるかというような内部的な検討などはしていたと、こういうことでございます石川大学君は君、い。これ、大きな記念行事ですから、もちろんいいところでやっていただきたい、そこでお招き,、えー、お招きをしていただきたいというふうに思うわけですけれども、外国の賓客をですね。ただこれ 10月23日に決まったということで、そこから8か月あるわけですね、隔離決定4月の3日の、これ、すぐ抑えようというふうに思うのが普通ではないかというふうに思うわけですけれども、なぜこれ8か月放置をしているのか、全く意味が分かりません。晩餐会では鶴の間を3日間、不要の間を2日間、鳳凰の間を使うなどですね、そしてまたほかにも多くのフロアを使ったというふうに聞きました。ここれれ晩餐会のの日付から10ヶ月前の時点でこれ よくこれだけの部屋が空いていたというふうに思うんですけれども、これはおかしいと思うんですが、何かこう事前に申し合わせ、申し入れなどしていたんですか、三上事務局次長。その契約にその実際、どういった控室がどれぐらいの期間、それから場所で必要になるかということにつきましては、 あのまず、どれぐらいのお客様をお招きして、どんな中身でやるかということが決まって、会場が決まり、その会場を探す中で、会場が絞り込まれ、その絞り込まれた会場とでは実際にその4月、予算が成立した後の4月に契約を結ぶ際に、こういった中身の行事をするとすれば、どれぐらいの広さが、どれぐらいの、どういう人たちに必要でといったことをやっていくということで。 そのスペースはあ,の、まあ、あったということでございます。石川君 はい、お答えいたしますええそ,うそういった意味で、えー、今回の式典に関してどれぐらいの広さのものが必要になるといったことについて、新大谷に事前にあの、契約をするにあたってこう話を詰めると,という意味ではなくて、えー、何か新大谷だけが有利になるような形で事前に話をしたということはございません石川君。 まあ結果8か月放置をしたことで、6つのホテルを探して仁王太に1人しか空いてなかった、いやこれ、本当に危なかったというふうに思います、全部埋まってたらどうして、どうしたことだろうというふうに思うわけです。えこれ、随契約ということでよろしいですか三上事務局次長え。これにつきましては、まあ、その。 我々が目的とするところの駅を提供できるところが、ホテルニューオータニしかなかったということでございますので、会計法第29条の3、第4項に規定する契約の性質または目的が競争を許さない場合に該当するということで、意契約を行ったところでございます石川大河君。 はいえー、随意契約、これ、ボードを示させていただきましたけれども、あくまで一般競争入札の例外だと思います。随意契約であっても競争性のあるものにするべきではないかというふうに考えます。えー、選定した経緯も文書に残すべきだというふうに考えます。平成18年の公共調達の適正化についての通達、その内容を教えてください、はい、太田市警局長。 お答えを申し上げますあの平成16年から18年にかけて、談合や随意契約を巡る問題が生じていたということを踏まえて、平成18年の6月に公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議と。 いうところにおいて、随意契約の見直しについての考え方等が取りまとめられ、それを受けまして、同年、平成18年の8月に公共調達の適正化についてという財務大臣の通知を発出したということでございます。この通知につきましては、内容として、随意契約によらざるを得ない場合を除き、原則として一般競争による調達を行うこと等を定めておりますが、そうしますと、じゃ随意契約が認められる場合はということで、契約の相手方が法令等の規定により、 明確に特定されるもの、あるいは当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから、場所が限定をされ、供給者が1、1つに特定される賃貸借契約と例示をしておりますし、さらに、異例時に該当しないものでございましても、その他、これに準ずるものについて、えー、として認められるものについては同様に取り扱う、要すれば随意契約が認められるというふうにな通知になってございます石川大河君。 予算、決算および会計で第99条の6、これをご説明ください。<music> 大田市警局長。 ご指摘の条文は、契約担当官等は随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者からものから見積書を調査なければならないというふうに規定してございます、はい、石川大学君もう。競争入札が原則です、そして随意契約であっても、企画競争、そして公募。 なるべく公平性を担保しなければいけない、しかし、公文もしない、見積もりも取らない、文書も残さない、これで公平性や透明性、担保できるというふうに麻生大臣、お考えでしょうか麻生財務大臣。これ、随意契約の話だと思いますが、国によるティア r 契約のルールを定めております、今言われた会計法において。 これは随意契約の要件に該当するか否かの個別的な判断なんだと思いますが、これは各所、各所の責任において行うというふうに書いてあると思いますがね、従いまして、各所、各所において、これは適切に判断されるべきものなんだと考えております石川君。随意契約、すべて公表をされています。えー、皆様にはお配りを資料させていただきましたけれども、ニュータ谷の契約、1億6140万3 0 0円、これでよろしいでしょうか。 三上事務局次長予算につきましては、委員からお配りされている資料に記載のとおりでございます、その資料は私どもが整理してご提出しているものでございます石川君。これ、ホームページの掲載が遅れましたよね、どういったことでしょうか。三上事務局次長 この随意契約につきましては、平成18年の財務省からの通達によりまして、公表するということが決まっております、それで契約締結日から原則として72日、それから4月中の契約に関わるものについては、93日といった期間内にということが決められております。 で本県の晩餐会のその実施会場、あるいは料理の提供にかかるこの契約につきましてでございますけれども、要人を含む参列者900名、それからその随行されてくる方、それから文化行事の出演者の関係者などを含めますと、まあ、2000人余りの参,列者が参加者がおられるとで、その提供する料理なども、まあ、あのハラール食であるとか、ベジタリアメニューといったような。 あのお客様の文化、習慣に合わせた食事の提供、あるいは多数の VIP の方々の円滑な入退室、それからまあ確実な安全管理をいろんなように行うということで、ああ例年行うようなものではなくて、非常にアドホックに行われる高度で複雑な業務だったということがございます、まあ、こういった内容であることから、実際に開催に至るまで内容をこういろいろ警備当局、あるいはホテルと打ち合わせをしながらまあ変更する可能性がございまして、 開催までの間、公表を差し控えていたところでございますけれども、開催した後この実施部局であるわれわれと、それから契約内の実際の,その公表、これはエクセルファイルに打ち込んで、ホームページにアップロードするという形ですけれども、これを行う関係対等部局の連絡が必ずしもうまくいっておらなかったということで、公表が遅れてしまったということでございまます申し訳ございません石川君、長これ、辻元清美事務所が指摘により、これ分かったことじゃないですか。三上 自民局次長あの先週であったと思いますけれども委員御指摘のとおり辻元衆議院の辻元先生からの御指摘を受けましてその掲載が漏れているということについて私ども気がついたところでございます <laughs>、はい、石川大学大変これここだけ抜ける疑惑がありますニューオータニです選定が極めて不透明であることを強く指摘をしたいと思います続けてボードよろしくお願いいたします晩餐会関係経費の予算です 計2億1000万円、このうち A の晩餐会運営事務費と B の会場に、臨時に事務局を設置する経費、これが丹生田に支払われるもの、よろしいでしょうか。三上事務局次長 あの委員お示しの資料のうち、この A と B というものがニューオータニを相手方とする契約でございまして、この下の文化行事等はホテルを通さないで調達するものでございます石川大学これ、A と B を足すと約1億4000万円、一方で先ほどお示した資料の3の契約金は1億6000万円、これ、なぜ増えてるんでしょうか三上事務局次長。 予算を計上しました後その晩餐会をどういった形で具体的に進めていくかといったことを、まあ、ホテル、それから警備当局と話し合いをしながら、実際の動線、それから関係するスタッフ、それからお客様の控え室、文化行事の関係者の控え室などなどを詰めていくわけですけれども、その過程におきまして、予算策定時には想定をしていなかったような控え室の追加が必要になる。 あるいはその警備用のモニターといったものをまあ昨今のこの状況に鑑みれば、そういったものも設置する必要があるであろうといったような判断などがもろもろございまして、そういった所要の追加の経費を含めまして、約1億6100万円といった形の契約になっているところでございます石川君委員長、えー。昨年1月に、えー、来賓900名想定で予算ベースで1億4000万円の安倍総理,かん総理関連の仕事がニューオータニでこれ決まっているわけです。 その後の3か月後の桜を見る会の前夜祭、これ、費用は1人5000円、800人で400万円、これ、しっかりと情報を公開してもらわないと、いろいろな可能性をこう想像してしまうと思います。1995年、APEC 国際会議など、ニューオータニと外務省の癒着が過去問題となったことがありました、概要を説明してください、は。い 外務省大臣官房長秀君お答えいたします <coughs> 本事件は、平成7年10月の APEC 東京高級事務レベル会合を開催したホテルニューオータニおよび、同年11月の APEC 大阪閣僚会議を開催したホテルニューオータニ大阪の質量 当時の APEC 準備事務局次長であった浅川課長補佐およびホテル仁王谷関係者が、実際に要した質量等に水増し額を上乗せした金額の支払いを請求し、総額4億2215万8761円を詐取したとして起訴された事案でございます石川君。 まあ過去にニューオータニとはこういった経緯があるんです、政府もホテルも税金を使う際は、誰から見ても公平公正であるべきです、選定が不透明、経費が何に使われたか、明細も出てこない、会場代が適正かも検証できない、昨年の晩餐会は一晩で契約金約1億6000万円、桜を見る会前夜祭は一晩で400万円、この破格の安さ、これ、何か疑われても仕方ないと思いますが、菅官房長官、いかがでしょうか。 官官房長官内閣官房長官、それは全く別物であって、えー、桜を見るかについては、総理がここで答弁をしたとおりでありますし、また、あこの御即位に伴うこの宴会というんですか、あの海外の個人をお招きをしてのことについては、それに基づいて、会計法に基づいて契約も控えしている。ただ ホームページに掲載を送られましたことは、こは極めて遺憾であり、ここは申し訳ない、このように思います石川君。入タ谷の取締役である今井隆氏ですけれども、これは首相秘書官の叔父、今井隆氏でで間違いないなすか誰が答えるえ、はい じゃあ菅内閣官房長官。えー、通告もあり,ませんありませんでしたので、私自身は全く承知しておりません <laughs> まあこれ、一般的には、委員長した、石川これ一般的にはです、ね、皆さん知っているお話であるわけですけれども、安倍総理とは食事を共にする仲だというふうに思います、これ、利害関係者に当たらないんでしょうか、官官房長菅内閣官房長官。 今申し上げましたように、私はあの承知をしておりません石川君、はい。委員長、今回の質疑でこれ、疑惑、ますます深まったというふうに思っております、まあ、疑いを晴らすためには、晩餐会の契約書や見積書をしっかりと公表する、安倍総理自身が前夜祭の見積書、明細書、領収書をきっちり明らかにするべきではないでしょうか、<laughs> 引き続き取り組んでいきたいというふうに思います取り過ぎ、これで終わりたいと思います。はい 関連関連だったっ書いてないよ。はい石川君午前中の質疑<や>はい、一旦これで。それじゃあいいですか。打ち合わせかないか。 終わり。残余の質疑は午後に譲ることといたします石川大学君立憲民主党の石川大学です午前中に引き続きよろしくお願いいたします新型コロナウイルス対策についてお伺いします総理は今後フェーズが変わればかかりつけ医で検査ができるようにするというふうに言っておりますがそのような方向性で厚労大臣お間違いないでしょうか加藤厚生労働大臣 すでにあの移行措置という形でお示しをさせていただいておりますけれども、これからの感染者が増加する中で,で、外来においては外来での対応がなかなか難しくなるという中において、まず1つは今にある帰国者、接触者外来の数を増やしていただく、それもどこかで難しくなれば。 一般のかかりつけ医等でですねご対応いただくまあそのときには感染の防止等に努めていただいてそうした対応を取っていただきたいということを申し上げているところであります石川君はい。検査では感染防止が重要だというふうに考えます軽症の方がまあ感染を広げているというような最近の報道もあります感染防止のためどのような措置を取っておりますでしょうか加藤厚生労働大臣 これはその医療機関。それとも幅広くでお答えしたらいいのか？医療機関ですね。あの医療機関においてはあのこれまでもですね。えー、どういう感染防止の措置を取ればいいのか、ということをお示しをさせていただいて、えー、それにのっとった対応をしていただいている。また、あの診療にあたってもですね。あ、ごめ,ごめんなさい。 いいう,うなことを私しているまたあの診療等についても、お互いこれまでの実際の症例をそれぞれ共有することによってです、ね、より的確な診療に結びつけていただくようなお願いも、あこれ、感染防止じゃありませんけれども、合わせてさせていただいているということでります石川財学。しっかりと経路が分かれているような、その感染が疑われる方と、まあ、一般の病院に来られた方、これ分かられているということでよろしいでしょうか。加藤厚生労働大臣 あの基本的にあの新型コロナウイルスの感染の疑いがある方については、診療の目安というのを出させていただいて、通常の方だったら、発熱、咳等が8日間続く場合には、まず、帰国者接触者相談支援センターにご相談をいただいて、そこから最寄りのですね帰国者接触者外来を教えてもらって、そこに受診をしていただく、こういう流れになります。 石川君その場合の外来の中ですけれども、しっかりとこう分かれているということでよろしいですか加藤厚生労働大臣。まさに気候、希望者接触者外来はそういう対応を取っていただくということで、それに対する、それをするためのさまざまな器具等が必要であれば、それに対する助成措置も講じているところであります。 石川君、はい、あのそれでかかりつけ医なんですけれども、小規模な医院が多いと思いますけれども、まあ、こうした場所で同様の感染防止策、取れるというふうにお考えでしょうか加藤厚生労働大臣これあの、それぞれ、えー、私が知ってるさまざまな診療所も、いろんな形態があります。 かなり入り口を分けれるようなところも中にはあります、それから全く無理なところもあると思います、ですから、すべてでそれが対応していただけるかという問題がまず一つあります、それから地域でどうしてもそこしかないみたいなところは、例えば時間を分けていただいて、まあ、午前中は一般の方、午後のこの時間は新型コロナウイルスという、まあ、空間と時間をうまく分けて、ですね感染防止を図っていただくということがあるんだろうと思います。はい、石川君 あの感染防止非常にに大事だというふうふ思っておりますあのかかりつけ医という言葉にとらわれずにです、ね、検査は現在860箇所ある帰国者、接触者外来のように、まあ、感染対策が十分にできる病院から、むしろ広げていくという方が現実的ではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか加藤厚生労働大臣。結果的には多分委員のおっしゃることと一緒になると思うんですが。 PCR がどうかという以前としてどういう形で診療を受けていただくことによってより的確な診療を受けながら同時に感染が他の特に疾患を持っている方々に広がらないかという意味において先ほど申し上げたまず帰国者・接触者相談支援センターに相談をいただいてそして帰国者・接触者外来に行っていただくという流れを もちろん途中でかかりつけ医の方にいろいろ持病があればですね、これ相談をしながらやっていただくのは当然でありますけれども、疑いのある方はそういう流れの中に行っていただく、まあ、今の段階ではですね、先ほど申し上げた次の段階であれば違いますけど今の段階はそういうことであります。そして、その帰国者接触者外来の医師が、これは PCR 検査をすべきだと判断すれば、PCR 検査をしていただく、まあ、こういうことで進めていきたいと思っております。石川君。 入管の問題についてお話をさせていただきたいと思います。収容長期化が問題になっている入管の収容問題について、森法務大臣にお伺いをいたします。全国の入管施設で6か月以上の長期にわたり収容されている、非収容者数の推移をお知らせください。法務省高島入出国在,在留管理庁次長、はいえー、お答えいたします、えー 6か月以上の被収容者の推移でございますが、平成25年から30年までの各年度、各年の末におけます退去強制命令の発表を受けて、6月以上、収容中の者の数は25年が263人、26年が290人、27年が290人、28年が313人。 29年が576人、30年が681人となっております石川大学君。 平成25年と比べまして、平成30年、2.5倍に増えています。長期化が問題になりまして、さまざまな問題が起こっております。不祝の入管の問題です。ペルー出身のトランスジェンダー女性が発言をしました。ペルーでは同じトランスジェンダーの友人が訳もなく殺された。私も石を投げられたり、警察官にてさえ性的な嫌がらせを受けた。しかし私には日系人の友人がいた。この信用を通じて、日本はいい国だと思い来日した。 森大臣にお伺いをします一般論として、トランスジェンダーの方、どちらの施設、男女施設収容されるべきだとお考えですか法務省、高島管理庁長長、収容の実務に関する部分でございますので、当局の方から。 おお答えさせてていいたただきたいと思っておりますあのトランスジェンダーの方の収容場所に関するご質問でございますが、あのトランスジェンダーというふうに言われているものも、いろいろ多義的な概念でございまして、そのトランスジェンダーというふうに、まあ、もう本人が申し立ててきた場合でも、その本人のさまざまな申し立て、どういう、うううう 種類の方なのかということをです、ね、本人の意向を聞き、また身体的特徴も踏まえつつ、また本人や被収容者への配慮等を総合的に判断した上えで、どの施設、部屋に入ってもらうかということを決めているところでございます石川大学君。 このペルー人の彼女は、男性しか収容しない牛久のセンターに長期収容されていました、おカマというふうに差別をされ、シャワールームでセクハラも受けました、大臣、これ、適切だとお考えですか森法務大臣。あの個別の事案については、えー、把握しておりませんが、あの一般的に申しますと、委員のような、あ今、ご指摘のようなものがあるとすれば、大変それは問題だと思います。 石川ぜひこれ、実態を調査もし、非収容者処遇の改善、入管職員の教育徹底をお願いしたい,したいと思いますが、いかがですか森法務大臣。私は常日頃、非収容者の処遇はです、ね、非収容者の人権に配慮して、適正に行うように指示をしておりますので、しっかりと調査をして、徹底させたいと思います。 石川大和君品川にもまた別の方で、トランスジェンダーの方が女性がいらっしゃいます。20歳から収容されるまでの6年間、女性ホルモン剤を服用していました、実際に私もお会いしましたが、まあ、女性というふうに見られるような方です。厚生労働省に質問します。一般的に女性特有の疾患により、女性ホルモンを長期間にわたり服用している方が、急にその服用をやめると、どのような副作用がありますでしょうか厚生労働省医薬生活衛生局長、垂水秀樹君。 お答え申し上げます女性ホルモン剤、まあ、我が国でも複数承認がございますけれども、更、まあ、年期障害、あるいは閉経後の骨粗しょう症、閉経後の乳がんなどの効能効果があるわけでございますけれども、まあ、一般的に申し上げまして、治療の目的で女性ホルモン剤を使用している方、その使用を医師が確認することなく、中止をするというふうになりますると、その疾患が悪化するということが想定をされると思っております。 石川大和君生徒、まあ、一生障害の専門医の方に聞きますと、さまざまな疾患がおあの現れるというふうに言っています、無気力、骨粗しょう症など、更年期障害のような症状が現れるというふうに言われています、この方、え 6, 6年間飲んでおられるんですけれども、入管に入って飲ませてくれなくなったと、約半年飲んでいない、この状態、え森大臣、どのように思われますか。森法務大臣、えっと、個別の事案についてはあの お答えを差し控えさせていただきますけれども、一般的に、ですね非収容者の処遇については、非収容者の健康上の問題に配慮し、医師の診断も受けさせるなど、状況に応じ、適切な措置を講じなければならないというふうに認識をしておりますので、トランスジェンダーの非収容者の方をですね含め、収容者の 意向をです、ね、しっかり確認して、えー、適正な処遇を受けさせたいと思います。 この方ですけれども、他の収容者とは別に収容されております、女性の方の施設には入っているんですが、まあ、1人で収容されておりまして、10時間も他の人と比べる、他の人が7時間に比べて、この方は90分、野外ので運動時間も少ない、こういったことでうつの症状が現れたり、口からの出血のほか、さまざまな健康上の問題が生じております、こうした人間の尊厳を奪う収容が許されるとお考えでしょうか。 森法務大臣個別の事案についてはお答えを差し控えますが、先ほどから申し上げます、しているとおりですね、一般論として、非収容者の処遇は入管法等の法令に従い、非収容者の人権に配慮して、適正に行う必要があると考えております市川大和君。 ぜひ改善を強く要望いたします、えー、続きまして、また別の方です、牛久の方ですけれども、ショッキングな出来事が先々週起きました、日本人の妻がいる40代のクルド人で難民申請をしている方、2月の21日に牛久の入管内で自殺未遂をされました、T シャツを天井にかけて首をつったということですが、このような収容者に際して、通常入管はどのような対応を取りますでしょうか。高島管理長次長 お答えいたしますあの個別の案件についてはあー、お答えを差し控えさせていただきたいというふうに考えておりますが、あえー、入管の収容施設内におきましては、あしっかり、えー、動静を監視をして、えー、してそのようなああ事故が起きないように、えー、しているところでございます。 高次長お答えいたしますあの仮に日頃の同性等において、自殺する恐れがあるのではないかと、そういう収容非収容者がいたような場合には、特別にそういう、そのような非収容者を個別の部屋に。 入って、えー、終始監視するし、その安全を図る、こういう手続きを取っているところでございます石川大弥君、まあ。今、安全を図るというふうにおっしゃいましたけれども、彼は自殺未遂後、救急搬送をされました、処置を受けた後に入管に戻ってくるんですが、いわゆる皆さんが懲罰房と呼ばれる隔離部屋に入れられた、これ本当でしょうか高島次長。 個別の案件でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般にそういう恐れの自殺の恐れ等のある被収容者につきましては、個別に部屋を個室に入ってもらってです、ね、カメラ等で24時間監視している、そういうふうな措置を講じているところでございます石川君。 高島次長。あのご質問ですね、大変失礼いたしました。あの懲罰棒に入れることがあるのかという点につきましては。ああ、単にあの本人が自殺を図ったということで、懲罰棒に入れるという、こういうことはございません。石川君。では、なんで入れたんでしょうか。う私はこれ認識をしております。皆さんは、これを隔離部屋というふうに呼んでおりますけれども。 中に入っている人たちは、これ、懲罰坊というふうに呼んでるんじゃないですか高島理事長。お答えいたします、あのえー、と個別の案件でございますので、当該あの委員がご指摘されている非収容者がどういう部屋に入ったということに、入ったのかということについては、お答えを差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、一般に懲罰というのは、あくまでも懲罰坊というのは、 非行為、懲罰的な行為をした場合に入れるものでございますので、懲罰帽に入れるということはございません石川君。じゃあ、懲罰帽というものがあるということはお認めになるんですね、牛久高島次長。お答えいたします。あの いわゆる懲罰棒というふうに、今、ご質問ですけれども、懲罰棒と、われわれが懲罰棒というふうに呼んでいるものはございません、隔離室というのはございます石川君。役所の皆さんはです、ね、これ、隔離室呼んでますけれども、中に入っている方たちはこれ、懲罰棒懲罰棒というふうに呼んでいます。 日本語があまりできない方も懲罰棒というふうに言っている、これはどこかで習ったということは考えられないと思います。私もこの懲罰棒と呼ばれる部屋、視察で見させていただきましたけれども、窓もない、トイレは穴があるだけ、そういったところにですう、ね、つを理由にして自殺未遂をした人を入れたらどうなるか、どう思いますでしょうか。高,高島委員長 えあのまあ、個別の案件ではございませんと、一般論としてあの申し上げますと、あの精神的に不安定で、えー、非常にその事象、高い等の恐れのある非収容者につきましては、あやはりその本人の安全、それから他の収容者に対する安全を考慮しまして、先ほどお話ししました、隔離室に入れることはございます。あのでそそのの上で非、えー、者が あのの生命に危険が生じたりしないよう24時間監視としているところでございますあのご指摘の,その精神的な部分につきましては十分配慮し24時間の監視のほか同省等もしっかりやりそういう変なおかしな状況にならないよう配慮しているところでございます石川君 私もこの懲罰も中に入りましたけれども、健康な私ですら、あそこに入ったら、あそこで1日、2日、3日過ごしたら、本当に気分があのどうかしてしまうんじゃないか、そんな場所であります。でこの方、うつで睡眠薬が出てたわけですけれども、自殺未遂をしたその日です、その日に量が増えています、厚労省にお伺いをいたします、医薬品トリアゾラム錠、まあ、これ、通常、ハルシオンというような似たものがありますけれども、これはどのような薬でしょうか。タルミ局長 アルシオンでございますあの睡眠導入剤でございまして、不眠症、それから麻酔前投薬という効能効果で承認をされている薬でございます。あの予報容量は、通常成人には0.25ミリグラム錠を1錠就寝前に経口投与する、高度な不眠症の場合には、この0.25ミリグラム錠を2錠まで投与することができるというふうになっております。あの注意事項とい,いますか副作用を というかそういうこととしては、まあ、あのハルシオンの服用後に、朦朧状態等が現れたり、入眠までの、あるいは中途覚醒時の出来事を記憶していないことがあるといった注意喚起がされている薬でございます石川君。これ、ハルシオン、えー、これ、ジェネリックですから、実際に彼が飲んでいたのはトリアゾラムという、まあ、同じようなもものですけれども、はい、これで質問を終わります。 はい、続けさせていただきます <laughs> えこのトリアゾラムの検索をするとです、ね、これ、ダメ絶対というふうに出てきたりもします、でこのトリアゾラム0.25錠というふうに先ほどありましたが、これを彼は1ミリグラム、4倍飲まされているというような、そういった実態です、これ、4倍飲まされている、これ、大臣、ぜひお伺いをしたいんですけれども、こういった状況の中で収容者が懲罰棒に入れられている、そして今現在、昨日も今日も飲んでいると思います。これれ通常求められるものの 4倍飲んでいる。これどうでしょうか。改善を求めます。森大臣、法務大臣。はい、あの個別の事案に係る事柄についておひ。 答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、処方する薬の内容や量を含めた治療の内容については、診療した医師により適切に判断されているものと承知をしておりますが、なお先ほどのように、非収容者の人権に配慮して、適切に行うよう指示してまいりますっ,てないやってるんですか、よろしくお願いします。石川君。ぜひしっかりと対応していただきたい、改善していただきたいと思いますこれで終わります。 Thank you.